はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビーチです。では、今回は、デートのビジネスリーパープキット PC 版、日本軍ブレンド続きをやっていきたいと思います。で前回はね、ハワイ攻略を行いました。主力艦隊をね、すべて投入して、ハワイを無事ダッシュできましたというところなんですけども、アメリカ本土をですね、ちょっと見ておくと、かなりね、航空隊が充実していそうな感じです。まあ、サンフランシスコ一つとってもご覧のような、まあ、航空機の数になってますし、同じような形で西海岸、サンディエゴ、ロサンゼルス、さらに、まあ、ちょっと上に上がってシアトルと、この4つの基地どれもね、航空隊が充実しているという状況です。で、これに対抗するためにですね、まずハワイの方なんですけども、航空隊をミッドウェイ、ウェイキーから前進させてまして、ご覧のような陣容になっています。まあ、レップはね、まだ数が全然足りてないんですけども、新山だけで100機配備してあります。で、数を揃えたかったので、97式の重爆、1式の立攻、これもね、もう生産ラインは止めているんですけども、余っているものをかき集めてきたというところです。で、艦隊の方なんですけども、連動をね、高めておきたいというのもあって、ハワイ沖でみんな演習中です。で、まず、第2艦隊の方なんですが、ヤマト・ムサシの護衛としてですね、4つの船体すべてに軽空母を入れていて、艦載機としては、直縁戦闘機としてね、ご覧のような艦載機を積んでいるという状況です。これ第1船体から第4船体まで同じような形で、軽空母、それを配備し、そこに艦載機を乗せているという状態です。で、第1艦隊の方はですね、艦載機の数が少し減っているので、連動を高めつつ、生産ラインから上がってきた艦載機をどんどん積んでいくということを考えています。そして、主力、小沢艦隊。ここはすでに艦載機すべて満載状態なので、このまま演習を続けてですね、航空兵の連動を上げていきたいというふうに思っています。あとお伝えしておくこととしては、開発力なんですけども、航空をね、今全振りさせているという状態です。画面の右下ですね。で、この全振りによって、今どうしても欲しい航空機、富岳。これがですね、あと3週間後にロールアウトしてくるというところまでね、進めてきています。富岳が完成したらすぐに配備を進めて、V2 ロケットをね、アメリカ本土にぶち込んでいこうかなというふうに考えています。では、これで時間を進めていきます。アメリカ軍の空母もね、どんどこ沈めているので、さすがにそろそろね、アメリカ軍の空母の数と日本軍の空母の数、全体的な戦力も含めて逆転できてるんじゃないかなとは思っています。まあ、ただですね、先ほどご覧いただいたように、アメリカ本土、特に西海岸、基地が密集していて、各基地に300機前後のですね、航空機が配備されているので、まともにぶつかってもですね、味方の空母がすり減るという状況になるので、なんとかね、V2 ロケットを打ち込んでいくというのを最初に先制攻撃として行っていきたいなというふうに思っています。まあ、状況を見ながらね、艦隊を動かしていこうと思いますので、このまま時間を進めていきます。圧倒を見てみるとですね、飛行場がなくて、守備隊の数が47というのが判明しましたので、これはですね、演習も兼ねて艦隊を送って、まあ、制圧しておこうかなというふうに思っています。まあ、ここには第6艦隊、小沢さんのね、艦隊を投入して、一気に圧倒をね、飲み込んでいこうというふうに思っています。で、ハワイ沖では引き続き第1か、第2の両艦隊、戦艦ヤマト・ムサシの艦隊と、井上さんの第1航空艦隊、フリーン火山の入っている艦隊ですね。これを演習で連動を高めておきます。まあ、一時的にね、ハワイの方の守備が、まあ、艦隊1個分少なくなってしまうかなというのはあるんですけども、まあ、敵がね、すぐに攻めては来ないだろうという判断のもとの作戦になっています。で、その時はですね、ミッドウェイを経由して、一度ミッドウェイで給油してから、圧倒攻略に入ります。まあ、敵から空襲を受けることがないので、本当に一方的なアウトレンジ攻撃でね、圧倒は制圧できるかなというふうに踏んでいます。コロナに関してはもうどんどん人がね、感染者が増えてるようですけど、まあ個人的に、まあ割とね、ビッグなというか衝撃というか悲しいニュースだったのが、AirAsia X、
これは、日本とバンコク、タイのバンコクを結んでいる、まあ、LCC、いわゆるローコストキャリア、まあ、安くね、飛行機乗れる、会社のタイエアージャ X が、まあ、少なくても9月末までは、日本便運休延長というふうになってました、ニュースで。まあ、これは、完全に、まあ、飛行機を飛ばさないと。日本便は飛ばさないよっていうことなので、まあ、エアージア X を使って、タイに入国することがまずできないっていうことは、まあ、確定なんですけども、まあ、それ以上に完全に、まあ、運休するっていうこの状態は、9月末でいきなり全員が入国できるようになるよ、というふうに改善されるとは思えないので、まあ、タイに行くには少なくともね、今は2週間、まあ、どっかでね、しっかり待機して、症状が出ないのを確認してから自由に行動できるよっていう、まあ、制限がついているので、まあ、事実上観光客はね、まあ、入れない、行けないっていう状態だと思っています。まあ、これが9月末でいきなり改善されるっていうことはないと思うので、やっぱり年内、下手したら、まあ、半年とか1年単位でね、タイに自由に行き来できるようになるのは、まあ、時間がかかってしまうんじゃないかなって、まあ、ちょっとね、その点は残念だなと思ってるんですけど、まあ、仕方がないのかなっていう反面、まあ、なんとかね、まあ、ワクチンなり何なりっていうもので収束に向かってくれるといいなと思うんですけどね。ワクチンに関してもなんかね、ニュース 2,3 日前に見ましたけど、ファイザーから6000万分っていう風になってましたけど、日本の企業もね、まあ、頑張ってもらえたらなと思うんですけどね。このあたりは少し難しいところもあるのかと思いますけど。はい。敵の艦隊発見してます。ちょうどね、主力小沢艦隊がミッドウェー経由で圧倒攻略に向かっているその最中なんですけども、敵の空母艦隊を発見していますね。第一航空艦隊。これは艦載機がまあ約半分程度なんですけども、敵の数も知っておきたいので、一度空襲、空戦を挑んでおきましょう。その数空母4。あとは、まあ、輸送船4という艦隊ですね。まあ、どういう意図でこれ出てきてるのかわからないですけどね。今艦隊の規模で言うと味方の方もね、第1、第2艦隊。航空機が半分の第1艦隊と、戦艦ヤマト武蔵の第2艦隊だけになっているので、まあ、できるだけね、ここは、敵を寄せ付けない戦いをしたいなというふうに思っています。空母が4でしたね。ただ直縁の数を見ると少なそうだったので、もしかしたら軽空母、護衛空母だけかもしれないですね。はい。敵壊滅させています。4空母でした。ただこの4空母はですね、すべて軽空母でしたね。この空母、これ正規空母だね。どの空母だったかというと、ガーディアンとかでしたね。艦載機が34乗っている軽空母。この形のものかどうか不明ですけども、いずれも軽空母4隻が、敵でした。まあ、この護衛空母しか出してこれないということは、アメリカ軍のもやっぱりね、艦隊戦力だいぶすり減らしてるのかなと思うので、ミッドウェー経由で圧倒を目指している第6艦隊はこのまま作戦を継続しましょう。で、残りの艦隊でね、まあ、守ると。ハワイ防衛を続けていきます。続けてこれは、アメリカ軍の潜水艦かな？かなり接近されてますね。9隻。これは迎撃しておきましょう。お任せしちゃいます。まあ、潜水艦は邪魔くさいですからね。まあ、接近されてしまった以上は、艦隊戦力を使って潰しておきましょう。では、第6航空艦隊の方ですけども、圧倒に対して空爆を開始していきます。まあ、敵のね、直縁戦闘機はいませんので、お任せで一気に仕留めていきましょう。難度はですね、敵の潜水艦隊がね、ハワイ島に取り憑かれてしまっているので、これもね、排除しておきたいんですけども、潜水艦なので、我々の情報技術力だとですね、
たびたびその行方をロストしている状態なので、なかなかで仕留められないっていう状態になってます。ここは粘り強く、予備敵の潜水艦をね、排除していきたいと思います。はい。サンディエゴから敵の艦隊の出航を確認しています。ただ、その作戦目標、艦隊の規模は不明です。で、ハワイに取り付いている艦隊なんですけども、これ潜水艦ですね。残り2隻まで打ち減らしてますので、残り2隻もね、確実に仕留めておきましょう。撤退行動に入っているようなんですけども、撃退は許せないというね、追撃戦を行っていきます。アツトの方は敵の守備隊壊滅させてますので、このまま第6艦隊を突入させていきましょう。で、第6艦隊の行動なんですけども、アツトはですね、あんまり資源が入っていない状態なんですが、石油の補充ができれば、ダッチハーバーを攻略してシアトルを、ね、攻略するという、動きも見せていいかなというふうに思ってますので、状況を見て判断しましょう。敵にね、シアトル、北側を攻撃するのか、ロサンゼルス、南側を攻略するのかっていうね、的を絞らせない。そのためにもダッチハーバー取っておく、戦略的な価値というよりかは戦術的な価値があるかなというふうに思いますので、状況を見てですね、第6艦隊、小沢艦隊はダッチハーバーを狙うかどうか決めていきます。はい。ついに富岳が完成しています。早速生産のラインに乗せましょう。航空機はね、いくらあっても足りないぐらいなんですけども、この富岳に関しては、2機ずつ生産していきたいので、護衛戦闘機の数を減らしてでも、この富岳をね、製造していきましょう。2機ずつ配備します。で、71か75まで生産のライン数あったんですけどね、少し減ってますね。その分、観光と干爆に振りましょう。で、富岳はですね、一つがデリー、で、もう一つがハワイという形で、2つの基地に優先配備して、デリーからはですね、マドラス、そしてコロンボ。で、ハワイからは、アメリカ西海岸のね、攻撃を行ってもらいたいなというふうに思っています。で、このまま、アツトは、制圧を行っていきたいと思います。はい、アツトの攻略完了してます。このままダッチハーバー攻略戦もね、続けて行っていきましょう。はい、ついにですね、V2 ロケットの爆撃が始まりました。ロサンゼルスに向けて、V2 ロケット発射です。これをですね、合図に、艦隊をここから出撃させていこうかなと思っています。で、ダッチハーバーの方もね、攻略完了してますので、ダッチハーバーからはシアトルへ。で、ハワイからはですね、一路、ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンディエゴと、この3つの基地攻略を行っていきたいと思っています。で、それぞれ敵のね、航空機、かなりの数入っているんですが、ここは敵の艦隊戦力が、おそらくですね、今減衰している状態だと思うので、これを機にですね、なんとか一気に西海岸を攻略して、アメリカをね、降伏に追い込んでいければいいかなというふうに思っています。で、ハワイからはですね、引き続き V2 ロケットをね、ガンガン打ち込んでもらうというのを考えています。で、ハワイからはですね、富岳もうロサンゼルスに届くんですね。なので、飛ばしていきましょう。だ、富岳が一気に壊滅した。富岳は飛ばさない方がいいかもしれないな。V2 ロケットをね、飛ばすっていう目的のためだけにハワイに配備しておきましょう。ではですね、ハワイから西海岸に。で、ダッチハーバーからはシアトルを。目指して艦隊出撃させています。で、ハワイの方には富岳を再び配備してますので、V2 ロケットはね、継続して西海岸に打ち込んでいきます。ここからアメリカ本土攻撃開始です。では、西海岸にね、空爆を始めていきます。シアトル、ロサンゼルス、サンディエゴ、あとはサンフランシスコですね。これらの基地を攻略していきましょう。前期ね、出撃させていくんですが、偵察機だけ外しておきましょう、例によって。敵の数は20ですね。
敵の直縁ちょっと見当たらないので、まあ、出ているとは思うんですけど、出てきたね、このまま委任しちゃいましょう。アメリカシアトルか、シアトルはちょっと行ったことないかな。サンフランシスコ、ロサンゼルスはね、アナハイム、まあ、ディズニーランドの話になってしまうんですけども、アナハイムのディズニーランドがね、まあ、ロサンゼルス、まあ、カリフォルニア州のロサンゼルスにあるので、まあ、それでね行ったことはあるっていうぐらいで、まあ、街歩きをしたことがあるのはニューヨークぐらいしかちょっとアメリカはないかな。あとフロリダとかも、何回か行ったことあるんですけど、フロリダもねディズニー、まあ、ランド、ディズニーワールドがあって、まあ、ディズニーワールドメインで行ってしまったので、フロリダのね街歩きっていうのはしてないので、街歩きしたのは本当にニューヨークだけですかね。新婚旅行かなんかで行った時だと思います。ではこのままシアトルの空爆を続けていきましょう。はい、味方の航空機の損失が12、要サイドは完全に削っています。飛行場もね、削りに入っていて、敵の守備隊も削っています。このままシアトル攻略は進めていきましょう。同じ要領でロサンゼルス、サンフランシスコ、サンディエゴもね、攻略を進めていきます。で、サンディエゴから敵の艦隊が出航、これは迎撃に出てきたと思っていいのかな。この艦隊を優先的に沈めたいですよね。まだ敵の艦隊の状況不明ですが、実は先ほど潜水艦隊結局取り逃しているので、その可能性もありますね。でロサンゼルスには再び V2 ロケット、これを打ち込んでいきましょう。でサンディエゴにはですね、2つの艦隊入ってるのを確認しています。それ以外の基地には艦隊いなそうなので、攻略目標をサンディエゴに変えて、サンディエゴを優先的に攻略するというのも手かもしれないですね。でサンディエゴ攻略のためにですね、まあ、艦隊1つ新たに出撃をさせてもいいかなと思ってまして、これがその第9艦隊という新しい艦隊なんですが、まあ、輸送艦隊とついてますけども、軽空母2隻の、まあ、本当にね小さめな航空艦隊という位置づけのものになってます。流上型の軽空母2隻に航空機を積んでいます。これサンディエゴ攻略攻撃に向かわせましょう。敵の艦隊を発見しています、その数空母3、戦艦1、輸送艦15というね規模の艦隊ですので、この艦隊を潰しておきましょう。西海岸攻撃しながらね敵の艦隊も相手にするというのは結構しんどいんですけど、この敵の艦隊で、叩いておかないとしょうがないので、アメリカ西海岸でね、艦隊戦、プラス敵基地の攻略戦、これ並行して進めていきたいと思います。ではね、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいというふうに思います。